石川県のと半島地方を震源とする地震に対する自衛隊派遣をめぐり野党の一部から逐次投入初動が遅いといった批判が出ている。まる政府は部隊の増強を重ね6日までに5400人体制に拡充したが2016年の熊本地震では発生から5日後に22000万2人を派遣した実績があるだけに 派遣規模に限れば、見劣りの感もある。数字上で差が、生じた背景には何があるのだろう。うか、写真、崩れた実家の前で涙。妹は最後まで子供を守った。今般の自衛隊の災害派遣について、一部、祝辞投入であるとか、発、動が遅いといった指摘がある。私、から少し詳しく説明をしたい。首相官邸で6日に開かれた政府。 の非常災害対策本部会議に出席後、記者団の取材に応じた木原稔防衛、将が問わず語りに説明を始めたのは、地震発生後からの自衛隊の対応だった。自衛隊は、地震発、生翌日の2日までに2000人体制を構築し、ヘリによる人員や物資の輸送、救助活動を実施、3日は4600人体制で重機を使う。 タリクロの修復や給水、給食など生、活支援にも活動を広げ、6日間、でに5400人規模に拡充した、木野原氏は、被災者に寄り添った生、活支援活動を強力に推進するため、さらに部隊を増強させて、く、と強調した、防衛省によると、5日現在で自衛隊は174人を、救助し、 糧食94,563食。毛布6,979枚。燃料6,520リ。トルなどを輸送した。給食、給水支援はそれぞれ1,387食。247トンを数える。一方、最大震度7を2度観測し、震災関連死を含め熊本、大分両県で225人が亡くなった熊本地震では、 発生翌日に自衛隊員1700人を投入、2日後に1万5000人、5日後に2万2000人と1、気に派遣規模を引き上げ、日本の災害対応として初めて、被災地からの要請を待たず、2物資を緊急輸送する、プッシュ型の実現に貢献した、こうした行きを踏まえ、立憲民主党の泉健太代表は5日、自衛隊が1000人、2000人、 5000人という逐次投入になっているのは遅いと批判 SNS ネット交流サービス上でも政府の対応を疑問しする投稿が見られる自衛隊の初動対応に問題はなかったのか対応を困難にした要因の一つが被災地の地理的な特性だ自衛隊幹部は陸の古島と言われている半島での未曾有の震災 一番起きて欲しくない場所で起こったと振り返る。能登半島は日本海側最大の半島で、金沢市から半島、先端までは陸路で約140キロに及ぶ険しい海岸線も多く、山地がほとんどを占め、小さな集落が山あいに点在し、出いる被害が激しい半島、先端に向かうにつれて道路、網が寸断されており、石川県によると6日、 午前6時現在で、半島中央の七尾市から北部に向かう道路は一本しか確保されていない。木の原市は、半島では陸路が限り、られるため、道路の復旧状況、や現地での受け入れ体制の段階、などを見ながら人数を増やし、ていった、と説明。自衛隊、では活動可能なエリアの広む、台に応じて人員を増強する、手法をとっており、 主に平、野べが被災した熊本地震とは条件が異なるとの認識を示した。さらに、熊本に比べ、能登半島には規模の大きな自衛隊の拠点がないという事情もある。熊本市には南九州全体を管轄する陸上自衛隊第8師団の司令部があり、1万人超の隊、員が常駐している一方で、能登半島には航空自衛隊の例、 ダーサイトしかない、丸防衛省幹部は、アクセスが非常に難。しい場所で、通信の、状況も悪く、状況把握、が難しかった。その中、で非常にスピーディに部隊投入ができた。と語り、初動に問題はなかったと強調した。また、今回初めて、被災者の、要望聞き取りを任務とす、ルリンジ部隊を400人規模で、結成した。 プッシュ型支援では汲み取れない物資や支援のニーズを迅速に反映させきめ細かな支援につなげるとしている。